入試問題対策演習、今回は千葉大学の記述問題2016年の問題を扱いたいと思います、はいえーと。千葉大学の問題に限らないんですが記述問題の解法は以下の3つのプロセス一橋大学の記述、えー、問題を扱った時にも、えー、同じものを出しましたけれども、えー、3つのプロセスを、えー、としっかりと大事にしていきましょう、えー。回答の根拠となる本文の該当箇所を正確に反映してする。 えー、余計なものを入れてもダメ足りないものがあってもダメですよということですね次問いに対応した答え方で答えるちょっとずれててすいませんねどういうことって聞かれたらこういうこと丸。それからなぜと聞かれたら何々だから丸ってことですねはい、えー、そして、えー、と3番目のプロセスを意外と,、えー、と要するにやっていない受験生が多いんですが代入して意味が通るかどうかを確認する、えー、どういうこと下線部はどういうことですかこうこうこういうことっていうのを代入してみてちゃんと意味が 通るかかどうかそれから「河川部はなぜですか?」と言われて「こうこうこうだから河川部」っていうふうに論理的につながるかどうかそういったことを必ずチェックするようにしてください。はいえー、とそれでは実際に2016年に出題された千葉大学は例年第1問目第2問目で長文の総合問題が出てここでは主に和訳問題それから日本語を用いた説明問題 それから、えー、と本文の内容をもとにした要約文の空所補充。 えー、こうした問題を中心に構成されていますそして、えー、と最後の第3問は、えー、傾向変化がかなり激しいんですけれども、えー、と基本的なコンセプトは英作文の力を試すす問題ですね、まあ、たまに、えー、と正常問題なので文法問題になったり、えー、としますけれども、えー、基本的には、まあ、その正常問題も文法の中では作文力を見るものですから、えー、と長文総合の1番2番で最後に、えー、と作文力を見る問題。 えというふうに、えー、と構成されているというふうに考えてみてください。そして、えー、とその大半がですね、えー、日本語による説明能力、記述能力を非常に重視している大学です。 で、えー、これは例えば横浜一律大学の医学部、えー、まあ医学部でその横市にするか千葉にするかっていうのを迷う人もいるかもしれませんけれども、えー、と横市も非常にえと記述中心で、日本語による表現力、えー、とこれをまああのしっかりと試されるんですね。その点は千葉も変わりません。ただ、どこが違うかというと、千葉大の場合、答えが一つに決まる記号問題や、 単語を書かせるる問題の数が結構あるんですね。これは、えー、北海道大学なんかも、えー、とそういう特徴がありますけれども、えー、と要するに取らせてくれる問題ですよね、えー、と記号問題が結構、えー、ある記述もすごくがっつり出るんだけども記号も結構、えー、たくさんあるよとそうすると,、えー、とこういう大学の場合記号問題である程度、えー、失点をしない学力例えば北大の問題でも、えー、と長文総合問題の記号問題 それから一番最後に出てくるような、えー、と穴埋めの問題、えー、ですねこういったものでほぼほぼ落とさなければ150点中120点点点中ぐぐららい、い、え、い、ー、それぐらいの得点は、えー、まあ常時可能になっていきます。千葉大学も記号問題を攻略していけばある程度これよりも下回らないなっていうような得点をしっかりと取るっていうことが対策しやすい。 えですね、特にその記号問題が難しくないので、えーまあ、横柳葉明一律大学も記号問題がないわけじゃないですがあちらの方は結構、えー、記号であっても難しかったり数字を聞いていてもかなり複雑な計算を要求したりというふうに、えー、かなり難しい問題が多い。 えー、ですからまああの誤差なくある程度安定した高得点を取りやすいのは千葉大の方の問題かなということですでは実際に2016年の、えー、と大問2で出題された長文問題がどういう問題であったのかということをちょっと見ていきましょうはいえっ、ー、とここの授業は一文一文を、えー、訳しながら読んでそして100%理解をした上で問題を解くという授業ではありませんえっ、ー、とそれはまあ自分で勉強したり予備校の講座なんかでやってください えー、ここでのコンセプトはこの入試問題対策編集のコンセプトは受験生の気持ちになって問題を解こうとするときにどういうふうに問題を解いているのかということを、えー、私が実際どう問題を解いているのかということをまあ君たちに伝えることで、えー、君たちが実際に試験を受ける時にまあ同じようなプロセス、えー、まあアレンジをしてくれても構わないんですけどもそういうふうなえー、っと <laughs> まあ方法論ですよね。それを身につけてもらうための講義ですので一文一文は結構、えー、ざっくり、えー、と雑に、えー、と処理していきますのでその点は了解してください。はい、えー、で、えー、と例えば下線部一の The New Paper ではどんなことが提唱されてますか日本語で答えなさいとあるんですね。そうすると、まあ、非常に優しいんですが「could what we eat shape how we think?」 えー、私たちが食べているものが私たちがどう考えるかというものをシェイプする形作ってるいくなんてことが来るあり得るだろうか新しい、えー、と要するに研究レポートですね。 そして、えー、これはまあ一橋のところでも言ったんですけれども、えーとまあ、千葉大の英文も結構、えー、アカデミックなものが出題されてそしてこのアカデミックな英文の特徴としては肩書きがやたらと長い小有名詞が出てくると,、えー、とそういう時には読みにくくなるので、えー、ここからここまで四角で囲っちゃえばいいんです要するに、えー、とバージニア大学の、えー、とトーマス・ ルルヘルム、えー、という人とそれからその仲間たちによって書かれたジャーナルサイエンスの中で新しい論文があってこれがってことなんですけどここ別にいいですよねとりあえずねだからこの四角で囲っているところはザッとあこういう肩書きの人ねぐらいにさっと処理をして四角、えー、で囲っておくとあニューペーパーがざっと以下のことをサジェストしていると。 私たちが食べているものが私たちの考え方というものに影響を与えるってことがあり得るんだろうか。新しい論文によるとですね、アグリコルチュアメッシェイプサイコロジー。農業というものがサイコロジー、まあ心理学というふうな学問ではなくて、要するに人間の心理というものを形作っていく可能性があるとサジェストしている。というふうに書いてあるわけです。 えー、ということは、食べるものによって考え方が変わってしまうという、ね。A bread culture may think differently than a rice bowl society. つまり、パン、えー、食の文化という、えー、もので育っているような人たちっていうのは、えー、Rice Bowl Society ですから、おにぎりの社会とは全く違う考え方をするかもしれないんだよ。つまり、食べているものによって考え方変わっていくんだよと、えー。という、まあ、そういう論文で、比較的新しくて2014年に発表された説です。はい。えー はい、えーと、心理学者たちは長いこと、まあ、以下のことは分かってたんだと、えー。文化が違えば考え方が違う。これは分かってたと。アメリカ文化で育ってる人と日本文化で育ってる人の考え方が違う。これは分かってた。でも食べ物が違うと考え方が違う。こういう、えー、と視点はなかったということですね。In China and Japan, people think more c o m m u n コミュニティが分からなくても、ここに言い換えられています。要するに関係中心に考える。えー、それに対応して、by contrast。 えっと、要するに西洋の人々っていうのは、えっ、ー、と、もっと、えー、個人主義的だと。つまり、えっ、ー、と、中国や日本では人,、えー、と人々は人間関係というものを重視した、えー、そういう考え方をするし、関係中心の考え方をするし、えー、西洋の人間は、えー、ここは、まあ、weared cultures ってありますが、まあ結局は、 えっと、西洋の文化のことですね。ここでは、えっ、ー、と、もっと、えっ、ー、と、個人主義的に考える。えー、てなことを、まあ、コメントしている。で、このペーパーの中でということなんですが、1のザニューペーパーでは、どんなことが提唱されてますかということなんですね。で、私がこの問題を解くときに、えっ、ー、と、まず注目するのは、ザニューペーパーのザです。はい。えっ、ー、と、ここで、あとザのおさらいを簡単にしますが、えー、話をしている人間。 それから話を聞いている人間、えー。この2者で話をしていて、例えば車がさあっていうふうに言ったとします。この時、どういう場合にこの車、あ、かあというふうにあがつくのか、それともザカーというふうにざがつくのかということなんですが、この両者、話している人間とそれから、えー、と聞いている人間の両者が、 思い浮かべるる車がが台でピタッと一致すす。場合には座がきますだから例えば月っていうのは常に「座」がきますよね。月といえば、えー、と地球から見える月に決まってるわけです。えー、ムーンは他にもあるかもしれないけども、えー、と月がねって言ったらもう一つに決まるわけですね。ところが例えば「車ってすごいいいもんだよね」っていう時の「車」は。 えっと当然、えっと、話してる側も、えー、あるいは聞いてる側もですね、えー、ある1台の車を思い浮かべていませんから、この両者の間で1台に決まらない、えー。話してる方だけが分かってる場合もダメです。両者がちゃんと分かってなきゃいけない。これを置き換えると、こっちが筆者で、こっちが読者ということになりますよね。読んでる方。 そうすると、ここでザが使われてるってことは、私たち読者はもうすでに知っている新しいペーパー。そうすると、ここの段落で、ここまでの話の流れの中で出てきたペーパーといえば、ここのペーパーしかないわけです。そうすると、ここで何が言われているかっていうのは、サジェストの目的語。つまり、アングリカルチャーメイシェイプサイコロジー。ここですよね。はい。えー、っと、この箇所以外を答えてはダメなんですね。 えーっと、いいでしょうか。問題を解くときのプロセスとして、ザに注目をし、すでに出てきている情報だということで、どの新しいペーパーの話だ。あ、ここに出てきたペーパーだ。これが提唱している、言っていること、このザット説の中身だ。これを答えればいいんだ。はい、終わり。ってことですね。はい、えっ、ー、と、いうことですから、えっと、 余計なものを実際には、えー、できれば入れたくない。A may think than a ここはちょっと微妙ですね。えっ、ー、と、予備校の回答によっては入れている回答と入れてない回答がありますが、私は入れるべきではないというふうに判断をします。えっ、ー、と、ここは、えっ、ー、と、このサジェストによれば、こういうこともあり得るよねっていうふうにつながっていくようによ読めますので、えー、無駄なところを省いて、ここだけを答えるっていうのが無難だ、えー、というふうに考えていますね。 はい、えっ、ー、と次、えっ、ー、と、えっ、ー、と、段落を端しょってはいませんので、2段、えっ、ー、と、その次の段落に関する問題で、えっ、ー、と、実はずっと問題がなくって、えっ、ー、と、次の段落、その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 また次の段落で下線部2がやっと出てきます。だから、ここの部分をしっかりと読まなければいけないわけですが、問題としては、these differences、こうした、えっ、ー、と、まあ、違いといったものが、show up、現れる。 even in test、えー、テスト試験まあ、えー、実験ですね that have nothing to do with social relationships 社会的関係と無関係な、えー、そういう試験においても現れるんだとこの these differences がどういう違いかを明確にして日本語に訳しなさいはいえっ、ー、とまあ、を受けるようなレベルであれば、はい、that から relationships までカッコで食ってテストに矢印をつけて show up が現れるっていう意味で これぐらいのことは絶対分かってないと、えー、無理ですよね、えー。で、それは分かってるのはいいとして、these differences が何を指すか意外とですね、これ優しくないんですね。えっ、ー、と、これを、えー、としっかりと、えー、見ていきたいと思います。おそらく多くの人は these があるから近いところにある。ということで、今黄色をわざとこう引いたんですが、この辺あたりかなっていうふうにあたりをつけるんですね。でも、実はそうやって答えたら0点ですよ。 えっと、これが何を指しているのかということは、えっ、ー、と、ちょっとここからずっと読んでいかないとわからないので、軽く読んでいきます。そうすると、サイコロジストたちは長い間知っていたと。文化が異なれば考え方が異なる傾向があると。例えば、ということですよね。中国と日本では人々は、まあ、えっ、ー、と、関係中心に、先ほど読んだところです。えー、考えていくし、そして、えっ、ー、と、それに対して対照的に、えっ、ー、と、人々は、この Weird Culture、つまりま、西洋のカルチャーの中では、 えーと要するにもっと個人的に考えていくということです。で、w e i r d は stand for western ですから、まあ、ここ先に読んで、w e i r d が何を表しているか分かんなくても、ここで western のことだというふうに言ってますから、西洋文化、えー、というものを表していると。educated で industrialized で rich で democratic なものと。で、えっ、ー、と、彼によればですね、えっ、ー、と、文化というものは、こうした文化というものは、実際、えっ、ー、と、まあ、私たちの、ね、全ての社会の中では、 イマノリティつまり西洋文化というのは実は少数派なんだと。Both geographically and historically。地理的に見ても、そして歴史的に見ても。だけども、ほとんど全ての、えーとまあ、心理学者たちは、えー、西洋のものだけを研究していると。これは、えーとまあ、別のところでもよくされる指摘ですよね。西洋中心の、えー、歴史観、えー、西洋中心のものの考え方。えー、でも西洋の、えー、と要するに まあ全体に占めている割合はというと,、えー、と中国の人口インドの人口それからイスラムの人口ですよね、えー、とそういったものを考えていくと,、えー、と西洋文明に属している人間の人口っていうのは非常にまあ微々たるものだっていうふうに言えるでしょう、えー、この人が言ってるのもそういうことだ、まあ、それはいいとしてさまざまな様式において、えー、と現れてくると Suppose I were to ask you to draw a graph of your social network with you and your friends represented as circles attached by lines. というふうに書いてあります。このまあ、えっ、ー、と、二重条件の with なんかをしっかり正確に読めれば、suppose、えー、こういう場合をまあ想定してみてくださいと。w a r to は当然、まあ、仮定法です。そうすると、 えーとソーシャルネットワークのグラフを書いてくれと頼んだ場合をちょっと想定してみてであなたとあなたの友人というのが、えー、と要するに丸円,を円,円で表されるそしてアタッチと。 えっと、ラインによってつながっているということですから、まあ実際に自分で書いてみればいいんですが、私がこれで、例えば友達がこれでとかっていうふうな感じで、この関係図をちょっと書いてみてよとかっていうことですよね。で、ここでつながってて、ここでつながってて、この人と私はこっちに繋がってて、こっちは繋がってて、えー、こっちはこの人としか繋がってないとかね。えっ、ー、と、そういうのを作ってみてっていうふうにまあ想定したときに、Americans make their own circle. アメリカ人は自分を結構でかく描くと。少しだけでかく描くと。それに対して日本では自分自身を他よりはちょっとちっちゃめに描くと。こういう違い出てくるよと。あるいは友達との誠実さと、それから見知らぬ人間の誠実さに対するリボード。要するに報酬ですよね。 もうどのの程度払うべきなのか、えー、あるいは、えー、とディスオネスティ不誠実さを持ってた場合に友達の不誠実と、えー、見知らぬ人の不誠実に対してどの程度罰するべきなのか、えー、これを尋ねてみると,、えー、と東洋の人はですね実は身内に甘いってことが書いてあるんですねストレンジャーよりも友達に対してより、まあ、リボード、えー、報酬を与えそして えー、友達を罰するのが少ないそれに対して、えー、西洋は、えー、どちらかというとですねもっと,、えー、と公平に、えーとまあ、扱うと友達とストレンジャーズを扱う傾向があるということですはいでここの黄色を引いたところをえっ、ー、とここの these differences だというふうに思った時にそれを根拠にして回答をつけると、えー、作るとですね、えー、アメリカ人は えっと、要するに、えーと、社会的な関係を円で表す、円と線で表すような、えー、とものを作れと言われたとき、アメリカ人は自分を少し大きく描き、日本人は、えー、と自分を少し小さく描くことや、それから、えーと、友人あるいは見知らぬ人間の誠実、不誠実に対する対応で、 東洋人が、えーまあ、身内に甘いのに対して西洋人が、まあ、東洋人に比べて、えー、と公平であるといった違いが現れる、はいえーと。社会的関係と関係がないテストにおいてすら現れるというふうに次の段落で言ってるんですね。つまり These Differences、えー、がこの実験結果 この実験とこのテストがイコールなものではないですよね。These differences showed up 過去形成 showed up in such tests というふうにまとめてくれてるんだったらいいんですけど「えー、現れるよと」とここの「that」から「relationship」までの、えー、とテストの中ですら現れるよって言ってるわけですから、えー、と新しい話として段落がえっ、ー、と 続いているということを考えるとこの黄色の部分を指しているはずがないんです、えー。違うんですね。そういう、えっ、ー、と、ということは、えー、とどういうことなのかということなんですけどもえっ、ー、と、この段落の中では、えー、と文化が違えば、えー、考え方が異なるこの違いがあるそして、えー、と中国や日本では、えー、関係重視で考える傾向がありそしてえっ、ー、と、<laughs> 西,西洋文化ではですねより個人主義的に考える傾向があるつまり東洋が、えー、と集団主義的、えー、と西洋が、えー、と個人主義的、えー、ということですねこの人間関係の捉え方の違い、えー、と関係の捉え方の違い、えー、というもの、えー、とこれはまあ 挿入の段落で、えー、とどちらかというと東洋のタイプの方が多いんだけども西洋は少数派なのに結構威張ってるねって話をしてでこの違いはこういう実験でも現れるよって話があってこの The Differences は実はここの Different Cultures tend to think differently の後の In China からここまでの The New Paper が、えーとまあ、言っている、えー、とこの箇所ですよねこの箇所の違いがあって ここここででのの違いといいとうううももがこういう実験でも現れ、そしてこってとは全く関係ないような別のテストでさえ現れるって言ってますから答えるべきは非常に飛ぶんですけどもこの箇所だってことになります。えー、つまり西洋人と東洋人の、えー、人間関係の捉え方の違い、えー、ということですねあるいは思考の違い関係中心の思考をする、えー、東洋と、えー、個人中心の考え思考をする東洋との違いは というふうな形でまとめていかないと正解にならない。なかなかの難問だと思いますよ。結構、えー、飛びますからね、えーと。ちなみに慶応大学の文学部でも、えー、とこういうふうに、えー、該当箇所がですね、えーと、非常に見えにくいようなケースでは、えーと、学生の得点率が非常に落ちる傾向にあります。つまり機械的にリーズがあったら近いんだから。 えー、近いですよ、それはだってここから、えー、っとこの実例としてこの違いの実例はこういうところで現れるよとこれらの違いはねって言って今言ったこのを一塊に見てるわけですからでも黄色じゃなくてこの緑のところを指してるんだと、えー、ここにちゃんと気づけるかどうか。 はい。えー、第3問。えー、この中のどれが同じ仲間という意味になるように、括弧内の語を並べ替えなさい。えー、一語だけ使用しない語がありますよと、こういった注意書きをちゃんと見落とさないようにしましょうね。見落としてしまうと、えっ、ー、と、一生懸命全部を使おうとして時間を使う。えー、授業でやった早稲田大学の会話の問題なんかでも、えー、問題を読まなくて痛い目に遭った人はいたはずです。さて、えっ、ー、と、この中のどれが同じ仲間 ?You can give a people a えー、何々っていうふうにあるわけですけども <laughs> えっとここのところえー、この「あ」はプロブレムにつながってますからここの部分え解括弧の部分というのは、まあ、形容詞的につながって、えー、この中のどれが同じ仲間という問題っていうふうにつながっていくと考えてください。でそうすると、まあ、ここは普通に通常あで「あ」があってここにか、えー、と名詞があればこのえっ、ー、と 詞と名詞に挟まれている箇所はこの中でだけこのテリトリーの中でだけ、えー、っとかかあの使われていく形容詞や副詞しかないわけですけどもこの場合はここに文が挟まっているということなんで独立して考えて結構ですそうするとどれが同じ仲間というクエスチョンマーク疑問文を作ればいいってことですねそうするとえー、っとフィッチ h が、まあ、まず前頭に切てフ i ッ c h of、uh, these things these と things はこれ、まあ、まとまるでしょう えっと、belong。で、belong ときたら to だと思ってる人いるかもしれませんが、together ですね。to がいらない。はい。えー、これはまあ単純な文法問題なんで、えー、h i c h of these things belong together、えー。え、間接疑問文の形で、えー、肯定文の語順になっています。はい。えー、ということですね。で、先ほどのところからずっと続けて読んでいきますので、 えっと別のようなその社会関係とは別個の、えー、関係がないようなテストの中でもこういう違いは現れるよとこの違いっていうのはもちろん社会関係の実験の話ではないことはわかるかと思いますじゃあどういう実験の中かってこのテストはここから出てくるんですねこの中のどれが同じ仲間っていうような疑問文を、えー、っと提示するようなそういう実験ですね えーまあ「セサミストリートの」の、えー、古い歌にあるようなそういう問題を出したときにこの「義って、まあ、例えばってことです、えー、と犬とそれからウサギと,、えー、とそれから人参の絵を、まあ、見たと、えー、例えばそういうことですよねそういう場面を想定して見たときに、えー、西洋人たちは犬と,、えー、と要するにウサギが、えー、と仲間だ一緒にえー、とってるんだとなぜならば両方とも動物だからってううに答えると。 つまりカテゴリーっていうものを重視して同様のカテゴリーの中に属しているから犬とウサギが仲間で、えー、と人参が仲間外れだと,、えー、と東洋人たちは、えー、実はですねウサギと人参を仲間だとして、えー、なぜならウサギは、えー、と人参を食べるからという答えるそういう傾向があるということですこれが、まあえー、と実験から分かっていると君たちはどちらでしょうかね、えー、と、 まああの考えてみて東洋的だな西洋的だなっていうのはあるかもしれませんがカ,カテゴリー重視にするのが西洋的そして、えー、まあ言ってみれば関係ですよね、えー、っと <laughs> うさぎとそれから人参これはまあ食べる食べるっていう関係でつながっているからこっちが仲間だっていうふうに東洋の方を答えると、はいえー、っとこの後しばらく、えー、っと。 問題に関係ないところは続きますが、軽く大事なところはまあチェックしながら読んでいく程度でいいと思います。はい。えっ、ー、と、こうしたクエスチョンの中で、has a right answer, of course. ま正解なんてのはもちろんないと。え、uh, so, why have people in different parts of the world developed such different thinking styles? えどうして要するに住んでるところが違えばですね、えっ、ー、と、考え方がこんなに変わっちゃうんだと。You might think that modern industrial cultures would naturally naturally っていうのは、まあ、生まれつき、つまり神様が作った人間の手が入らない、えー とそういうえっ、ー、とまあ、状態で元々ってことですね。Develop more individualism than a g r i c u l t u r a ones え。えつまりえっ、ー、といやそれは多分東洋が農業中心でこっちが産業中心だからだろうっていう風に考えてしまうかもしれない。ところがなんですねここはすごく大事なところでえー、別の可能性があってえっ、ー、と要するにその農業の種類が問題だっていうことがえー、分かってきたんだと。 ライスファーミングつまり米、えー、お米をまあ作っているようなところではですね、ま of coordinated えー、つまり、協力するような関係が非常に要求される。To manage a rice paddy、えー、水田を要するにマネージ、管理していくには、村全体が協力をし、コーディネートしていかなければならない。えー、っと、考えシステムをということですね。えー、っと、<laughs> by contrast、それに対して、 えー、小麦の方は、ウィートの方はですね、えー、たった一つの家族で育てられてしまうんだと。ここがどうも違うんじゃないかってところに目をつけたということですね。はい、えー、と、次ですが、先ほど出てきたドクター・えー、トールヘムですかね、コリーグズは、Use an indigenous design。インディジナルスは、まあ、よくできたデザイン to test these possibilities. つまり、えー、と、西洋が産業中心で、東洋が農業中心だから考え方が違うんではなく、どうやら、 えっと、農作物、何を育てたかによって、民族なのかによって違うんじゃないかと。その可能性に、these possibilities が指しているのはそういうことですね。これを、えー、と試験する、まあ、えー、素晴らしいテスト、えー、というものを使ってみたと。They looked at rice growing regions within China. はい、えっ、ー、と、rice growing の地域。 Then they gave people the psychological tests I just described. というふうにあるわけですね。The people in these areas had the same language, history and traditions. They just grew different crops. というふうにあります。つまり、えー、と中国というところは、 えっと、稲作と、それから、えっ、ー、と、麦を作ってる、えー、同じ国、同じ民族、同じ歴史、同じ言語でありながら、えー、そういうふうに分かれてる。じゃあ、中国を研究してみようってことになったわけですね。で先ほど、えっ、ー、と、まあ、提示したような心理的なテストを、その中国の人だけにやってみたと。そうすると、えー、wheat growing areas looked more like weird westerners。つまり、小麦を育てている地域は西洋的な考え方をすることが分かり、そして、 えっと、ライスグロー o ス s h o w s more classically Eastern communal and t i o relational patterns というふうにありますから、要するに、えっ、ー、と、米を育てている方は、 東洋的な考え方をすることが分かったと。実際にですね、もう現在の人たちっていうのは別に米や小麦を自分たちが育てたわけじゃない、でも自分たちの祖先が、えー、っと米を育てた民族なのか人たちなのか、それとも、えー、っと麦を育てた人々なのかということで、同じ民族であってもですね、文化が違ってくんだと。つまり、米文化と麦文化っていうふうに分かれている。これが 要するに新しい考え方で産業対農業ではないってことですね。はい、えー、この農業的な違いつまり米なのか麦なのかです。難しく考えることが、えー、必要はないです。Predictive と cyclical differences better than modernization でつまり、えー、と産業化されているかどうか近代化されているかどうかということよりもですね、えー、と米か麦かの違いの方が、えー、としっかりと違いを説明できちゃうんだよ。と とということですね、えー、要するにもう産業化されている要するに都市部であっても、えー、ライス・グローイング・ヒストリーを持っている、えー、部分では、えー、と非常に関係重視の、えー、と特徴を見せる。 はい。えっ、ー、と、こうしたことをしっかりとヒントにしながら河川部用を訳していかなければいけません。The researchers also looked at the two measures of what people do outside the lab.Divorces and patents for new inventions というふうにあるわけですね。はい。えっ、ー、と、この研究室の外に出て、えっ、ー、と、ある二つのことを測ってみたと。えっ、ーえー、と、二 <coughs> つの、まあ、ごめんなさい、手段というものを、まあ、見てみたと。それが、要するに離婚と、それからイノベーション、えー ですよね、そういったものに対する、えー、と気持ちそういったものを、えー、と気概というんですかね、えー、それをまあ調べてみたとそうするとコンフリクトをアボイドするつまりまあ東洋的ってことですかね、えー、とそういう、えーとまあ、協力的な共同体的な文化の方は、えー、と個人主義的な文化よりも離婚が少ないこのハブは「We have m u c h s のかのハブと一緒で、えー、存在を表しますから そうすると,、えー、と簡単に言うと東洋文化の方が西洋文化に比べて、えー、というよりまあその個人主義的な文化とそれから関係重視文化で比べると関係重視文化の方が、えー、と離婚が少ないそして、えー、と個人主義的な方が今度は個人のイノベーションというものはより多く生むフュアーですからここはえっ、ー、と 関係重視の方は少ないって言ってますからね。逆に言えば、えっ、ー、と個人主義の方が、えっ、ー、とイノベーションに関しては個人のイノベーションに関しては多く生まれているんだということですね。Once again, wheat-growing areas looked more weird than rice-growing ones。なんとこれが東洋西洋というよりも、要するに。 えと小麦,麦を育てている文化の方が個人主義的になりその結果離婚は多くなりでもイノベーションはすごく多くなるはいえー、と米を育てている方は関係重視になりそして離婚は少ないけどもイノベーションは少ない、えー、ということですよね。えー、とこれを、えー、としっかりと理解した上で対立を避ける共同体、えー、要するに対立を避ける共同体的な文化においては えーと個人主義的な文化よりも離婚係数が少ないことという傾向がありそしてそこでは、えー、個人が新しいものをイノベーション革新的に生み出していくということも、えー、と少ないということですよね。ここをしっかりと読むということです。そして、えー、とこのコンフリクトアボイディングのコミュニルカルチャーというのが単純に東洋こっちがインディビジューリスというか単純に西洋ということではなく えっと、ここですよね。この、えっ、ー、と、麦、それから、えっ、ー、と、rice growing ですよね。ここのところがしっかりと分かるように、えっ、ー、と、まあ理解しておくことが必要です。はい。河、え、川、ー、部語に関して、なぜという、今度は理由を聞いているわけですけれども。in fact, Dr. Henry suggests that rice growing may have led to psychological differences, which in turn may have sparked modernization ということです。はい。えー、米作の方が結局、 えとまあ、心理的な違いというものを、まあえー、つながってそしてそれが今度はですね結局は、えー、と近代化を、えー、と果たすこれなぜかっていうと,、えー、と普通に考えたらわかるんですけども、えー、とお米を作ってる方が多くの人間が共同ししてて、えー、何かをいるわけですよねでそれに対して、えー、と麦の方は一つの家族でもできてしまう。 でそういったことから言うと、その社会の規模っていうのは、えっ、ー、と、米を作ってる方が当然多くなりやすいわけだから、モダナイゼーションもそちらの方が、えー、早く起こったのかもしれないんだ、というふうに考えてるわけです。ところがですね、実際はそうなってないわけです。じゃあ、その代わりに起こったことは何かってことで、この5番はなかなかまあ難しいですけれども、エイリアンが、えっ、ー、と、宇宙からですね、地球を、えぇ、ー、紀元後、まあ1000年ですね、えぇ、ー、<laughs> この Would never have bet that えと決して思わなかっただろうにって,っていうようなことです,ですけども、えー、とここのところがですね仮定、えー、法だということですねつまり、まあえー、とエイリアンなんていうのは、まあ、見てたか見てないか分かりませんが普通は見てないというふうに、えー、現実のことではないと考えられますからねそうすると,、えー、とこの <laughs> AD1000 年に、えー、と地球 をまあえー、と宇宙から見ているエイリアンがいたとしたら野蛮なノ、えーザンヨーラプ北ヨーロッパの人間が、えー、シビライズつまり、えー、と米を育てて、えー、と社会をどんどん発達させた文明化したアジアよりも先に イインダストリアライズ、産業化されるなどというようなことは決して思わなかっただろうね。あこのままいけば、えっ、ー、と麦作ってる方の、えっ、ー、と、要するに少人数でやってる方はちっちゃい組織のまんま、えっ、ー、と、水田を作ってる方はどんどん大きくなっていく、そういう組織。えー、こりゃ、えっ、ー、と、たくさん米作ってる方がすごくでかい社会になっていくだろうなと考えたら、えっ、ー、と、その後ですね。 えとなんと野蛮な、えー、と北ヨーロッパの人間が、えー、と先にアジアよりも、えー、文明化していたアジアよりも、えー、と産業化してしまう産業革命を起こしてしまう、えー、こういったことはまあ普通、えー、と考えなかっただろうねなぜこう考えるんですかっていうことなんですけれども、えー、ライスブローイングをすればその精神的な違いを生みつまり、えー、とライスグローイングをすることで、まあ、離婚も少なくなるとかね それから、えっ、ー、と、先ほどあったように、まあ、イノベーションも少なくなるってことなんですが、えー、まあ、要するに、えっ、ー、と、他と協調して、えー、関係重視になっていく。その関係重視が今度は、えっ、ー、と産業、現代化というものをスパークさせるだろうと。えっ、ー、と、その可能性を持っていた。えー、だから、こういうふうに考える。でも、現実は違うわけですね。 ここのところがなかなか難しいところです。えー、この Rice Growing のところの中に、えー、イノベーションに関しては、えー、少ないっていう表現があるので、えーと、そのイノベーションを起こすっていう気持ちの強さがある意味で言うと言い換えると、この逆転を生んでるんですよね。だから、 えとここで正確に、えー、とかあの答えなければいけないんですがライス・ブローウィングが精神的な違いを生んだこの精神的な違いの中に入れていいのは、えー、共同体重視ですよねまあ離婚のことは入れる必要はないと思いますけれどもそれから絶対入れてはいけないのはイノベーションを起こさないってことも入れてはいけないです、えー、ライス・ブローウィングが、えー、とするような <laughs> まあ稲作の方がですね えー、より、えー、と関係重視の共同体というものを作っていってそして大規模だってことですよねファミリーではなくて、えー、より大規模な、えー、と共同体を作るから、えー、先に、えー、と産業化、えー、現代化を、えー、と果たしていてもおかしくはなかったというふうに考えるからこの1000年の段階でここまで差があった、えー、と東洋と西洋、まあ、ある意味で東洋の方が進んでた、えー、とこちらの方がですね えー、まさか先起こされてしまう。ノ、えーザンニュアラップに先起こされてしまうなんてことはエイリアンだったら思わなかったろうねっていう風に考えてる。これもなかなかの難問ですが、ただ、えー、回答の根拠はここだけにあります。ここだけにあります。そしてこの、えー、とサイコロジカルディファレンシーズ、えー、というものが、えっ、ー、と、 ちょっと具体的ではないので前の段落や、えー、とこれまで読んできた内容から、えー、をそこに代入してあげるってことですよねえ。つまり稲作の方が、えー、と共同体的まあ相互に依存しえっ、ー、と、えー、そうですねあの協力より協力体制を作る社会を構成しそ,そちらの方が今度はえっ、ー、と現代化を近代化を先に果たす。 可能性があったというふうに筆者が考えているからエイリアンが見たらあら逆転しちゃったびっくりってなことになるんでしょうねってことです。And they would surely never have guessed that eating sandwiches instead of stir fry might make the difference、はいえー。彼らっていうのはもちろんエイリアンを指します。えー、エイリアンだったら決して、えー、っと以下のこともわかんなかったろうね。サ、え、ッ、ー、と,と炒めた料理、えー、ではない。えー ではなくてサンドイッチを、えー、食べる、えー、それだけで要するにえっ、ー、と違いが生まれたかもしれないなんてことはえっ、ー、と思いもつかなかったろうねって話ですはいえっ、ー、と本文に関する問題なんですが千葉大の特徴としてえっ、ー、と今回は少しまあ、えっ、ー、と アレンジしている問題なんですけれども、例年はですね、えっ、ー、と本文の要約として短い英文があって、そこの空所に入る言葉を書きなさいとか選びなさいって問題ですね。で、これを絶対落としたくないんですね。記述問題は先ほどから解説した中で分かってくれたと思いますが、中には結構難しいものもあります。で、えー、安定した点数を取るってことがなかなかまあ、記述問題では難しいですから、やはりえっ、ー、と安定して点数を取れるこういう問題を確実に落としていく。 必要があるかと思います。そしてこの問題がまた非常に優しいんですね。この今回の問題に関してはそうですけども。はい。えっ、ー、と、まあ全部もう読んでいきませんが。ゼアラージサイイイコロカルディィンズズウなんとかどこで要するに、えっ、ー、と、まあ違いを発見したかというと、チャイなんですよね。中国の中で。そして、ファーミング。えっ、ー、と、 要するにライスを作ってる方がモアインターディペンデント要するに相互依存的でそしてインディペンデント独立的なのはこちらはウィート麦を作ってる方だイーローハーしかないであとはロイハーハーというふうにあるんですがもうイーローハーでここでもう回答ができたとしても必ずこっちも見て、えー、大丈夫だなっていうことを確認して答えてください はいえー、長くなったんで、この辺ちょっと簡単にっ、えー、とテキパキやっていきますけども、今度はジョセフ・ヘンリーの論文の導入ということで、えーと、本部の中でこのこういう名詞をちゃんとチェックしていればすぐに探せると思います。えー、とそうすると、まあ、いろんな実験をしたという、えー、とことがずっと書いてあって、えー、they measure、uh, analytical thinking with a series of triads というふうにあって、 で、the participants were given a、uh, target object such as a rabbit and asked which of the two、uh, other objects it goes with。はい、えー、仲間外れどれっていうあの話ですよね。そ、so, それが思いつければ、uh, analytic thinkers tend to match on categories。analytic thinkers というのはカテゴリー重視のまあ西洋的な考え方をする人。そう、ラビッツと何がえっ、uh, と一緒になるかというと、dog。 ズでしたよね。それからここでえっ、ー、とラビッツって書いてあるからね本文であがあるからそこをちょっと注意してくださいここも Dogs と複数形になります、uh, Holistic thinkers tend to match on relationship relationship にえも、ー、まあ重視している方、えー、というのはラビえっとラビット、えー、はキャロッツえ t、ー、と要するに人参を食べるからというふうに、えー、と考えている Uh, the authors also measured individualism in two ways. Hi, sakihodo no eto sociogram, which labeled circles representing themselves and their friends. Uh, in this test, individualism is measured implicit, uh, implicitly uh, by how much bigger the self circle is relative uh, to average friend circle. Second, they assessed. Uh, assessed

for helpful or harmful action ということで例の要するに丸を書いて関係を表しなさい自分の丸と友達の丸とどっちが大きいですかっていうような話えー、っとそれからその前にごめんなさいえー、っとどれが仲間外れっていう話、えー、で先ほどの丸を書くやつがあってそしてえー、っと今度はえー、っと ロイヤルティと、ごめんなさい、えっ、ー、と、オネスティとディスオネスティですよね。それを測るもの。えー、そこの、えっ、ー、と、結果から持ってくればいいんですが、いずれも複数形ですね。ここで複数形になっているので、ここ複数形だ、えー。ラビッツ複数形になっているので、ここ複数形だ。えっ、ー、と、ゼアってなっているからフ、フレンドのはずない。えっ、ーと,ううえー、と、フレンズっていうふうに複数形できるか。 それから、友達を罰する。それから、ストレンジャー、見知らぬ人を罰する。この場合も、フレンズ、ア・フレンドに対して、ア・ストレンジャーです。だから、ここもストレンジャーズ。複数件さえできていれば、ここ、確実に問い6と問い7で、8問取れるはずですね。問い3の並べ替えの問題も優しいので、こういう問題を落とすと、非常に苦しいところに追い込まれますから、記述が爆発的にできていなければ、得点ができないという状況に追い込まれるので、まあ、千葉台に限りませんけれども、 ええと、こういう問題は比較ええー、と確実に取っていくようにしましょう。では、ここまで。